K戦どんな遺跡が理想？先発投手として挑戦し、球団にも譲渡金が入るようにして、自分も球団にも利益があるような形がいい。コンオフだと24歳なので譲渡金も少ない。自分の契約も小さくまとまってしまう。双方にメリットは全くないと思います。これが普通なんだろうけどありがたいね。平は表裏ない率直な物言いがいいな。来年頑張ってもらっていい契約取ってほしいわ。平とかいう常識人。平、先発転向したい。セーブ、ええぞ。平、認めてくれた球団のためにも先発調整するから WBC 出ません。きっちり筋を通すかんや。なんやかんや平やコーナーは結構律儀なんだなというのがわかるよね。ひららかいばさん、常識を持ちつつ球団に恩義あるってだけで勝手に株が上がってくのくさ。まあ平は現実見れてるよな。そら山本や平はドラフト下位入団だからな。入団時にサイドレターつけるとか無理やん。もうこれからメジャー早く行きたいやつはドラフトで指名しない方がいいなマジで。高卒投手は買い指名で取った方がいいな。もうドジャースはお腹いっぱいだしいいわ。フィリーズかブレイブス行ってほしい。去年認めず今年認めた理由は何なんやろ。密約あったなら去年行かせてもよかった。これでドジャース入ったらタンパリング疑わない方が無理あるやろ。どういう裏があるのか知らんが関係者が墓まで持っていくタイプだろうな。ロッテが利益を放棄しただけ。これは美談みたいにしてほしくないな。